今朝早く五城目町の国道で散歩していた69歳の男性が畑から出てきた熊に突然襲われ怪我をしました。命に別状はないということです。今日午前5時20分ごろ、五城目町上樋口の国道285号線で近くに住む69歳の男性が散歩していたところ、道路脇の畑から突然出てきた熊1頭に襲われました。男性は腕や頭を噛まれ怪我をしましたが、自力で帰宅し秋田市内の病院に搬送されました。命に別状はないということです。熊は体長1メートルほどで、男性を襲った後逃げていきました。現場はイオンスーパーセンター五城目店から300メートルほど離れた国道で、町や警察が周囲に警戒を呼びかけています。今年県内で人が熊に襲われ怪我をしたのはこれで9件目となります。